はい、どうもグレートヤスコ青い武将隊徳川家康にござる。あ、これブラボイみたいな。はい、なんか前回なポケモン GO 挑戦して、で、CP、 あ、動画見返したんだけど CP のことはコンバットポイントって言ったかな、私ずっとコンバットパワーね。はい、覚えた、ちゃんと覚えたね。コンバットパワー集めてお昼ご飯の方にしようっていう企画だったんだけども、全然できんかったね。客人からのコメントで、レベルをプレイヤーのレベルを上げんと出てくるポケモンのそのコンバットパワーが上がっていかないんで、ほだもんでまずレベル上げようと思う。あとね、なんかまあわし初めてやったから全然わかんないんだけど、珍しいポケモンわし手に入れとったらしい。何が珍しいかわからんけど、それは書いてなかった。でもまあなんかそういうのあったら教えて。はい、ということでまずは、レベル上げっていうのか、それをやった後に再びやってみたいと思います。時間、まあ、とりあえずレベル上げるか。はい、ではレベル上げにいざ出陣。よし、レベル上げ終了じゃ。始まる前が、6だったかから13になった。まあ、ほぼほぼ倍だからな。倍になったってことは、これ、コンバットパワーも、いい感じになってきてんじゃねえかな、と思うゆえ、こっからよ。今日、大人くんも一緒に行ってみたいと思う。まあいいな、1時間寝ご。では、ポケモン GO。 よーし、始めてまいろう。お、早速もう2匹出てるね。こっちか。さあどうだ。お、29円、いいんじゃない。あっつぁん、ほい、いいよ、順調じゃない。いきなり29円の、ほい、もう一匹、ほい、さあどうだ。まあよし、よし、37円、よーし、順調じゃないこれ。いきなり前より全然いい、うん、じゃあまあこっからは前と同じ感じで捕まえていくだけだもんで、あれだな、アドマチック天国風にこうバンバン流していこうかな。はい、テントウムシ、レディバ、魚、あああ。ムササビ、トンボ、チョウチンアンコウ、バケ、イタチ、これなんなんじゃ、草の妖怪。はい、ということで終わりました。順調だったよ。ということで今回のポイント1時間合計13317ポイント。あ、ポイントじゃ、あ、違う、パワーコンバットパワー、よしね、
13,317 コンバットパワー、うん、だもんで、0.1 でしょ、で、なると1331ということで、こたびはお昼ご飯が食べれます。ということで、こちら市川殿はベーナス定食でござる。イエイエイエイ。こちら1180円でございます。でもなぜ一番最初がこのベーナス定食を選んだのかっていうと、わしの400年前のね大好物ってのがベーナスってことなんだよな。ベーナスってもうナスが大好きな話。ほら、一富士二鷹三ナスビって初夢に見るといいもんあるじゃろ。あれ全部わしが好きなもん並べただけだからね。そう、3番目に持ってくるもんがなんとナスちゅうことで、わしはもう一番最初はもうこれっていうふうに、ね、心決めとったの。ということで、いただきます。お前はやっぱお前はでも、殿、これ2回目で成功しちゃうと、うん、これ以降ずっと成功パターンしか見られなくなりません？いいじゃん。いやいや、面白くないですよね、わしらからすると。いや、そう、面白くないというか、なんかずっと絵が変わらん感じになりませんか？何が言いたいの？いや、だからなんかもうちょっと条件足してったらどうかなっていう。足すってこと？そうです、そうです。もうちょっと面白くしたいじゃないですか、やっぱり。やっと食べれると思ったのに。いや、そう簡単にこう食事にありつかれたら、ちょっと YouTube 動画としてはちょっとあれですよ。じゃあ、あれじゃん、コメントで、客人からのコメントで募集しよう、それ。ああ、なるほど、うん、なんか今パッと思い浮かんで。じゃあ、美濃酒、なんか良さげな、こう、ちょっと簡単そうなね、簡単そうなやつね。いや、厳しいのお願いしますね。はい、よろしくお願いします。最後までの閲覧、誠に大義である。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。徳川家康、さらば。